傭兵艦で。はあ、こりゃ参った。すべて飲み干してやろう。他の砦が手薄なんが逆に怪しいよな。東の方から攻める魔王、敵が信玄公に献身公、義の軍勢までおる。用心しとくに越したことはないじゃろ。ほう、雪村が来るかね。これは楽しみじゃの。バネツミだも楽しみ。神のごとき軍略を持つお二人であい、我らの力はどこまで通用するものか。胸を借りるつもりで挑むのだ。全力で当たれば発露が開けるはず。お見事です。この身も引き締まる思いです。むしろこのためか。裏の裏を書かれたな。だがまだ巻き返せる。一気に突破するぞ雪村。下だ。東も罠じゃったか。俺の囲まれてはまずい。なんとか突破してくれんか。切り抜ける。我が軍略を見る。ここで北の復兵を出すか。鮮やかな戦運びだろう。って監視しとる場合じゃねえ。誰か救援をくれんか。報告します。敵の総援が接近中ということ。そのままなく畳みかけてくる。くそく。お前がダッキに使おうと全て人のようなカコートンと敵増援は味方の口が入る。だが吸い込める方法はある。天神港ならばここで本陣を狙うはず。敵増援の勢いくじかねば危うい。義の軍勢が集まっているようだが、そもそも不在か。眉間にシワが寄っとるぞ。ちょ、一族の敵っちゅう曹操との因縁は知ってる。払えとは言わん。ただ肩の力は抜けて、肩肘張って生きるのも疲れるじゃろ。素晴らしいぞ。お前とは良い同士になれそうだ。さすが見事な働きだ。兄さま、俺の闘志を燃え立たせるな。
報告するか。武田騎馬隊の力、存分に引き出してやろう。私の気力に勝てんと思いか。愚者を消し去るのみ。ここで家系か。見事ですね、加熱。よし、進軍は止まったな。吐息に押し返すぞ。加熱、あなた、人間へ間につく。兄貴あり、と見ておりますゆえ、僭越ながら、神に挑んでおりまする。斬新残念。良き覚悟ですよ、加熱。ではその覚悟の中で見極めるとしましょう。なんていお見事です。この身も引き締まる思いです。この無茶、足に付き合え。ここでよ。そろそろ雪村の顔を見に行こうかね。羽根継ぐが欲しい。剣心も地層に。さすが見事な働きだ。さあ、羽の闘志を燃え立たせるな。受け取ってくれよな。ほらよ。
歴史を俺が討ち取った。俺たちの勝利。かの君主上杉、今宵これをやろう。